ニュートラル。ジャッカル。はい、今回は2月7日のナノソンです。センターさんがお休みで代わりに3人増えて珍しい13人会。ルールはインポスター1人。その他人外がたくさんの人外村ルールです。ヤンデレとかトトカルチョとかジェスターとか怪しい動きをする役職がたくさん。ということでジャッカルで仲良しアピールしてみました。わーい、ナノさんもここが好きなフレンズなんだね。なんか一人お亡くなりでしたが、私たちには関係ないんで。ねえ。いや、平和やな。ジョカさんとはお友達になれたし。このまま最後まで生き残ってたらサイドキックして。月の子さんの現行犯です。真横でキルしたのに椎名さんが私の愛に気づいてくれないの。いやいや、司会がいたからわかんないから。あ、ちなみにウィグさんがクイーンで私サーヴァントです。いやいや、何言ってんのあの人。なんかよくわかんないけどキルしてサイドキックしちゃおっと。あとはウィグさんを始末したら終わりになるんかな。君かわいいね。ふえへへへ、嬉しそうやな。心配せんでもこの船のみんなもぜーんぶうちのもんやからな。嘘だよね、カナリメさん。私のドールだったのにいつ裏切ったの。信じて送り出したカナリメさんが裏切ってるんだけど。ミーティングで気づいたら赤から青になってました。勝利目前の寝取られでミヌさんの脳が壊れちゃった。ウィグさんはね、私の思い人だったんだ。だから誰にもキルされないように私がこの手で殺してあげたんだよ。タイムマスター発動してるのに念入りに殺すとか完璧なヤンデレやん。これで一つになれたね。ヨコチーさん、お話を詳しく。ごめん、紫の矢印をターゲットだと勘違いしちゃって。またミヌさんが壊れちゃった。ごめんね、本当にごめんね。嘘やろ。ああ、うちは愛した人がいたのに。女王様、私にはあなたに使える資格などないのです。かつて愛した人の目の前で先立つ不幸をお許しください。ナノさんの脳が壊れて目の前で弾けました。いたのでカウンターしたら引っかかりました。いやー、味方のアマチョウさんのキルがカウンターでこっちに飛んできたんやけど。あいつまたうちと組むとるくなことしやがらないやんか。